皆さんこんにちは、編集担当のアスムです。皆さんは今週発売の星のカービィシリーズの完全新作である星のカービィディスカバリーをプレイしますか？今回の動画では星のカービィシリーズを初めてプレイする方や、そもそも星のカービィシリーズをプレイしたことがないという方向けに、星のカービィがどのようなゲームなのかを過去作を含め見ていきたいと思います。星のカービィの誕生。シリーズの初代となる星のカービィが発売されたのは1992年4月27日ゲームボーイでの発売でした。シリーズの生みの親は桜井雅宏さんで、全世界で大人気シリーズとなっている対戦アクションゲームスマッシュブラザーズの生みの親でもあります。吸って吐いて空を飛ぶ不思議な生き物カービィ。この頃はまだコピー能力はなく、2作目にあたる星のカービィ夢の泉の物語から使用できるようになりました。開発当時の名前はカービィではなくポポポという名前だったらしく、タイトルは星のカービィではなくティンクルポポでした。これが後にカービィとなるのですが、カービィという名前の由来は生みの親である桜井さんは覚えてないそうです。また吸い込み能力のアイディアは空を飛ぶことから浮かんだらしく、初心者が画面下に落ち即ミスになることを防ぐために空気を吸い込んで空を飛ぶ飛行能力を考え、その際空気を吸うなら他のものも吸い込めるに違いないと吸い込み能力を付加しました。現在のカービィの代名詞でもある吸い込みはこういったエピソードから生まれました。ゲーム内容。シリーズにより違いはありますが、ほとんどのシリーズが主人公のカービィがプププランドの平和を乱すデレデ大王をはじめとした悪者を倒す横スクロールアクションとなっています。カービィの特徴的なアクションは主に3つあり、1つ目は吸い込み攻撃で敵を吸い込んだり、吸い込んだ敵を吐き出して別の敵にぶつけて攻撃するといったカービィの基本的な攻撃。2つ目は空気を吸い込んでふわふわと空を飛ぶアクション。カービィはゲーム開始時からいつでも飛び続けることができます。この能力を使ってプレイヤーは敵を避けたり地面の穴を越えたりすることが簡単にできるようになっており、星のカービィシリーズの初心者向けのゲームバランスを決定つけている要素の一つとなっています。3つ目はコピーで吸い込んだ敵を飲み込むと、その敵の種類に応じたコピー能力を使った攻撃ができるようになります。コピーをすると吸い込みはできなくなるが、コピー能力を捨てることはいつでもできます。また一部のステージでは特定のコピー能力を使わないと入れない隠し部屋などがあります。ただし先ほども紹介したように初代にはコピー能力はまだなく、代わりに激辛カレーライスという一定時間火を吹いて敵を攻撃できるアイテムや、さつまいもという一定時間空気弾を連続して出すことができるアイテムなどがありました。ゲームシステム。使用するボタンは基本的にジャンプと吸い込みコピー能力の使用にそれぞれ対応した A ボタン B ボタン、そして移動を行う十字キーのみとシンプルであり、現在もほとんど変わっていません。それは第1作目発売当時は難しいゲームが多く、この頃からゲームを始める初心者たちのための導入口として作られたという経緯からでした。そのため当時ではほとんど見られなかった要素として、最初のステージで基本的な操作を習得できるように難易度を下げながらもプレイヤーへのトレーニング要素を内包したステージ構成を取り込んでおり、独立したチュートリアルステージではなくプレイヤーの成長を自然と促す作りを意識したと桜井さんは語っています。もちろん初心者向けのゲーム作りだけでなく、使用するコピー能力の変更など様々なプレイスタイルを持たせることにより、上級者でもしっかりと遊べる内容となっています。
いよいよ発売間近となったシリーズ完全新作星のカービィディスカバリー。2022年3月25日に発売されるシリーズ完全新作の星のカービィディスカバリー。今作は本編シリーズ初となる 3D アクション作品で、 3D 空間を自由に動き回ってゴールを目指すゲームとなっています。ストーリーとしては、広大な文明と自然が融合した新世界に迷い込んだカービィが、謎の敵勢力ビースト軍団にさらわれているワドルディたちを発見し、ワドルディたちを助けるため新世界で出会ったエフィリンと共に冒険の旅へ。今作品の映像が初めて公開されたのは、去年の9月に配信された任天堂ダイレクトでした。当時のファンの反応では、本編シリーズ初の 3D に対する期待よりも、発表から発売までの期間が短いため不安に思うファンが多く、当時は期待をあまりされていませんでした。そんな今作ですが、体験版が配信されており、ネットには面白すぎて何周もした、 3D アクションになっても簡単操作で誰でも楽しめる、新機能を使ったアクションが最高など、発表当時とは異なり体験版をプレイした多くのユーザーから高評価をいただいているようです。以上が星のカービィシリーズにおける歴史紹介でした。いかがだったでしょうか。今やカービィの一番の特徴ともなっているコピー能力が、実は初代にはなかったというのは、知らない方も多かったのではないでしょうか。そしてなんと、星のカービィは今年で30周年を迎えます。本作を楽しみつつ、30周年を迎えた今後の星のカービィの新たな展開を期待しています。最後に、この動画を通してプレイしたことがない方に少しでも興味を持ってもらえれば幸いです。最後までご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録、グッドボタンお願いします。あゆなのゲーム実況もありますので、そちらもぜひご覧ください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。